町田ハッピートークの時間でございます。今日も素敵なゲストをお招きをして生放送で1時間頑張っていきたいと思いますけども、山下さん。はい。なんかウクライナ情勢がね本当ですね、市町村のね、ね、はい、まあいろいろとですねメディアで報道されておりますけども、ロシア軍が、はい、もう1週間前ですからねウクライナに侵攻したということで、はい、今あのウクライナ人というか軍も徹底抗戦をしているというなどね、はい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 、報道をされておりますけども、はい、願わくばやっぱり早期にね、はい、この、争いが終結をして、はい、ね、やっぱりあの平和が重要だと思いますから。そうですね、まあ、我々もですねそういうことは対岸の火事と思うことなく、はい、ね、やっぱりいろんなものが、不測の事態が起こるうる、はい、そんなような世界秩序の変化になっているような気がいたしますので、はい、ね、やっぱり気をつけなきゃいけないと思いますし、はい、コロナウイルスもなんか昨日は1000名を超したという、1000人超しましたね。だから、当初1週間ぐらい前までは、ね、下げ止まりというかね、はいはいはい、状況ではあったんですけど、ここに来て急激にまた伸びておりますので、うん、今日このスタジオもねちゃんとあの感染防止対策をやっておりますので、はい、ぜひリスナーの皆さん方にもおかれましても感染は絶対ね避けなきゃいけませんので、はい、その感染防止のための、防止策、はい、マスクとアルコール消毒など含めてやっていただきたいと思います。はい、はい、また今日は素敵なゲスト、また今日も女性でございますから、テンション上がっていいですね、うん、はい、常に上がってます、どん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 ってね、はい、まあ、後ほど演習も明けにですね、はい、ご紹介をさせていただきますけども、ぜひ1時間よろしくお願いをいたします。はい、はい、よろしくお願いします。皆様のご参加お待ちしております。メールアドレスが797@fmgino1.com です。そして YouTube ツイキャスにて映像と音声もネット配信しております。ぜひそちらからコメントもお寄せください、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、ではそれではこの後2時まで生放送でお送りしていきます。イエイ、よろしくお願いします。はい、佐喜真淳のハッピートーク1時間生放送、今日も頑張ってまいりますけども、はい、早速ではございますけども、本日のゲストご紹介をさせていただきますけども、まあ、うちのアンチではないんですけども、うちの民謡を、はい、まあ、演奏しているということで、ご紹介をさせていただきますけども、お名前が桜庭あゆみさん、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、皆さん、リスナーの皆様方では多分どなたなんだろうとことはちょっと気になるところではございますけども、ね、はい、まあ、沖縄民謡をやってると、はい、で名字は桜庭さんからするとうちなんちではないというのは、うちなんちだったら感覚的に ね、 そうですよね、分かると思いますけど、はい、桜庭さんはご出身はどちらですか。出身は神奈川県横浜市になります。わお、横浜、はい、はい、浜子です。後ろのカレンダーは横浜 DeNA ベイスターズ、昨日あんとご縁があるようで、はい、私もね今年あの行きましたよ、ベイスターズのキャンプ見に行きました。 ありがとうございます。オーナーさん球団社長代表とですねあの話もしましたけども、はい、まあ、施設的にはね宜野湾市今回非常にね充実をしてると、ただ天気が悪かったんですけども、うん、
まあ、横浜は何かと宜野湾市とご縁がございますけども、はい、桜庭さんも横浜だと、はいはい、なぜ横浜の方が、はい、沖縄に来てなおかつ沖縄民謡を、そうですよね、まあ、特に三線、はい、まあ、今日三線持ってきていただきましたけども、はいはい、後ほどねまた生演奏そうですねやっていただきますけども、うん、なぜ横浜から沖縄へと。でも沖縄民謡のやっぱり力というかね、うん、あのそれだけ人を引きつけるものがあるんだと思うんですけれど、うん、まあ、初めは旅行で来て聞いた時に何か衝撃を受けて、民謡、そうですね、民謡を聞いて三線を、三線とあと女性のなんかこう歌声っていうのがすごく響いて、でそこからこうもともと別に音楽をやってたわけではなかったんですけれども、はい、その時に初めて、あ、これはやる、やりたいっていうか、これあやろうっていうことで、で、まあ、でも初めはもちろんね、人に聞かせるっていうよりもただやりたいっていう思いでやってたのが、まあ、いろんなご縁の中で、まあ、そうですね、演奏活動につながるような流れができていって今に至ってますね。ちなみに沖縄民謡と出会ったのは横浜に住んでる時、はい、そうですね、横浜に住んでる時にこちらにあの旅行できて、うん、っていうのが機会になりますね。でもね、頻繁にね、沖縄に来れないはずですけども、そのじゃあ、はい、民謡自体、まあ、三線っていうんですか、はい、は横浜で習った、はい、横浜で教えてらっしゃる先生に教えていただいて、もう何にも分からなかったですけどね。その人は沖縄の人、あ、なんと北海道の方ですでもそのまた先生は与那国の方なので、あ、もう逆に言うとね、山内さん、はい、うちの民謡三線もね、うん、まあ、これも全国の、ね、人たちが好き、はい、ファンがいると、あ、そうです、そういう意味ではね、もう全国なんです、うん、ね、はい、すごい、そう思います。だって多分私だって、あの空空詞読めないというかね、でき、あの三線できないですから、はいはいはい、場合によっては桜庭さんの教えてもらうようになるとうちの範疇が、ね、県外の人に、いや、ね、うちのね、あのこの沖縄民謡を教わるっていうか、はい、うん、まあ、そういうことになってなるかもしれませんし、そうですね、はい、まあ、でもあの本当にね、あの沖縄民謡と出会って、はい、それが縁で今沖縄に住んでると。で、沖縄に来たのが何年ぐらい前なんですか。と5、6年経ちますね。5、6年経つ、はい、そういえばあの、まあ、横浜に住んでて、まあ、小学校、はい、中学校、高校、社会人まで横浜っていうことですよね、はい、そうですか。ちょっとあの台湾に少し住んでたりとかしたんですけれども、あと四国の方に住んでたりとか、そういう間がありながらの、最終的にやっぱり自分のやってることがより深くできることところということで沖縄に住んでおります。沖縄民謡をやるだけに沖縄に来たですか。なんか沖縄民謡と仲良くなるっていうか、もっと知りたいっていうのがやっぱり大きなきっかけだと思いますね。あと それがあの横浜を離れてもいいという決断に。そうです、でもどこ何かを大事にしたらやっぱ自分の地元のことも大事に思えるから、うん、まあ、私のできる形としては沖縄のことをやって、また地元の方にも何かね、はい、持っていけたらいいなと思っているところです、はい、すごいですね、この決断力が。いや、うん、あの周りの人が支えてくれてるので、とても優しくしてもらってますよ。本当に沖縄の人様々です。はい、まあ、5年6年沖縄に住んで、はい、よかったと思いますか。はい、はあ、ありがたいですね、そういうふうになってね、はい、コメント来てます、はい、長谷川淳さん、はい、沖縄民謡はインパクト、はい、インスピレーション受けますよね。ああ、長谷川さんも三線できるのかな。どうでしょう。長谷川さんも多分ですね、内地生まれの沖縄住みだと思うんですよ。で、東京生まれの早引きの名手いますよということです。ほう、あ、でもね、まあ、さっき言ったように もう、はい、もう全国、はいはい、三市もね、だってあの東京あたりでもそういう、うん、まあ、東京というかね、本土あたりでもたくさんのこの沖縄民謡というか三線教室なんかあると思いますんでね、はい、教室があるんですね、それがびっくりですけど。桜庭さんだってそういうところでなんか、そうです、たくさんありますよ、うん、はい、民謡酒場も結構あると思いますよ。あ、ね、そっか、民謡酒場もあるんですよ ね、 そうですね、いくつか、はい、だからライブとかも生で聴けるところもやっぱり横浜にもいくつかあるので、僕なんか大体そのあの横浜、DNA ベイスターズの応援ツアーに行った帰りはね、はいはい、大体そういう沖縄 の、 あの民謡酒場っていうか、はい、ですこれね、まあ民謡を聞きながら作曲を組み交わしながら横浜の人たちと、はい、まあ、DNA ベイスターズのファンの皆さんと、はい、まあ、交流をしたっていう経験もございますから。はい、はい、で、カップウェイさんからも来てます、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。
こんにちは。大工哲春さん。はい。なんて全国5000円くらいでしか入るみたいな話があるけどっていうことです。何？今ちょっとそう言われても振られてもですね、うん、はい、はい、まあまあまあそういう意味ではね、あの5000人がいるのかな、5000円くらいでしか入れないみたいな感じじゃないですか、あの要するにライブがっていう解釈だと思います。わかりました。はい、まあわかりました。はい。まあそういうことで桜庭さんは、うん、横浜で、まあまあ、横浜に行った時に沖縄旅行をして、はい、沖縄民謡に対するものに惹かれて、はい、ね、まあ、ある程度その横浜で三線の、勉強もしながら、はい、5、6年前の沖縄に来て、はい、今その三線を中心に活動されてるの。はい、演奏とあとちょっと子供関係の仕事もしながら、はい、うん、仕事させていただいております。実際これなんですか、三線やってると、はい、まあ、例えば活動にしてもまあ、いろいろとね、まあ、ライブを行うとか、はい、あるいはもう音をね取ってCD に起こすとかそういうのもあると思います、はいはい、主にどういう内容というかどういう活動されています。例えばその誰かとジョインと一緒にやるとか、そういう、そうですね、人と一緒にやっぱりやることも多くって、うん、はい、私なんでしょうね、まあ、自分だけじゃなくってやっぱ人と演奏することで生まれるこう広がりみたいなのが好きなので、コンビ歌でもそうだし、まあ、女性の方でもやっぱりちょっと少しジャンルが違う方とやったりすることも多いですね。ジャンルの違いと、まあ、大きく違わないんだと思うんですけれども、はい、なんかね、 さっきね打ち合わせの時に聞いたんですけども、なんとインドの何でしたか、あの楽器は、あのバンスリーフルートってご存知の方いらっしゃいますかね。バンスリーフルート知ってる？知らないです。はい。聞いたこともありません。それはフルートっていうか、ね、そういう竹でできた横笛なんですけれども、うん、これはインドの楽器っていうことですか、はい、インドの古典音楽で使われる楽器っていうふうに伺ってます、はい、でその演奏をしているイギリス人、はい、イギリス出身で日本に住んでる方なんですけれども、はい、はい、その方とコラボもしたっていう、そうですね、ご縁いただいて、うん、こう一緒にぜひ沖縄民謡と一緒にこうコラボレーションしたいっていうことを言ってくださって、はい、一緒に音楽を作らせていただき、音楽を作るっていうか一緒にそうですね、取り組ませていただきました、はい、これはね、その方は、はい、沖縄ではなくでどっか日本の、まあ、どっか日本の静岡にいらっしゃって、静岡にでオンライン上でですね、こうやり取りをして、初めはちょっとどんな方かなって思ったんですけれども、すごくなんでしょうね、音楽に対する思いとか丁寧にこう受け取ったので、じゃあ一緒にやりましょうということで、でその方はこのマンスリーフルートの演奏者、はい、で静岡で活動されてます、はい、たくさん音楽とかも配信されてて、それこそアフリカのミュージシャンとか、うん、ま、いろんな国のこう民族音楽の方とコラボレーションされてるので、すごくぜひ興味があったら聞かれてみてください。私もすごく素敵だなと思う。今日また後ほどね、その、はい、まあ、そのバンスリーフルートをされてる、まあ、イギリス人の方だと思いますけども、はい、一緒にコラボをした、はい、内縄民謡ですか、はい、沖縄の、はい、ティンサグの花っていう、ティンサグの花とても、うん、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、なんかその素朴な良さというか、うん、なんかシンプルなんだけれどこうグッとくるなって思って、うん、まあ、その曲を一緒にこう作らせていただくというか、一つの作品にさせていただきました。桜庭さんは三線を、三線と歌と、そのイギリス人はバンスリーフルート、はい、歌も歌うんですか、そのイギリス人の方。いや、まあ、歌ではなく吹いてるからの、そっか、盲点でしたね、はい、じゃあ歌は専門的で桜庭さんが歌うと、そうですね、プロジェクトでは私が歌わせていただいて、はい、でも本当に歌うようにこう奏でられるので、歌と何でしょうね、本当に歌のような、まあ、素晴らしい音だと思います。フルートはですね、はい、ちなみにその方とはお会いはしてるんですか、はい、してないんです。いつか会いたいねって会ったことないけども曲が出来上がっちゃうっていう、はい、そうですね、しかも英語でやり取りしてたので、結構私そんなね、すごいペラペラなわけではないので、まあ、一生懸命意図を読み取りながらどう表現したいかお互いに伝わっていく、細かいこともやっぱ伝えていく必要があるので、本音の部分を英語でやり取りするみたいなこの方はあれですよ、日本語話せないんですか。
あのこんばんはとかそういうのやってくれますけど、それはまあ誰でもなんか言えそうな感じ、うん、でもあの会話としては英語で、そうですね、英語でしたね、そういえば静岡はいいんですかね、英語だけでも。どうなんでしょうね、静岡で住んでは、はい、住んでいらっしゃるんですけれど、まあでも結構不便じゃないですかね、ね、うん、でもしかしたらそのメールとかだと難しいとかなのかもしれないですね。ああ、なるほど。もしかしたら会話ぐらいはもしかしたらできるかもしれない。はい、これは想像ですけれども、じゃあお名前は、はい、聞いてもいいんですか。あ、シャイアン・キショールさん。シャイアン・キショール、はい、で、あの、はい、で、あの、なんでしょう、あのヨガとか多分そういった場でもあの演奏したりとか、ちょっとその心を落ち着けるような音楽っていうのかなっていうのをあのされてる方ですね。すごいな。まあ名前一回聞いても覚えきれないだろうね。シャイアン・キショールさん。シャイアン・キショールさん。私も初めは分からなかったですね。あの馴染みがないのでね、私たちからすると。うん、面白いですね。そういう出会いっていうのも面白いですよね。そうですね。まだ一度も顔を合わせてないんですけども、はいはい、まあ、音楽というか、まあ、沖縄民謡というか、まあ、そういう意味では、うん、オンライン上で知り合って、はい、でもやっぱりこう、うん、一緒に何かを作ってるので、うん、会ってないけど会ったかのようなこう親密さというか、やっぱりこうお互いのこう思ってることをちゃんと伝えないとできないので、うん、すごく何でしょうね、なんか これから会う予定とかないんですか。まあ、コロナとかが落ち着いたら、はい、まあ、静岡に行くことがあれば演奏の企画しようねっていうふうに言ってくださってはいます、うん、まあ、できたら沖縄でねライブでもなんかね試すといいでしょうね。そうですね、うん、なかなか今言ったあのインドのバンスリーフルートなんてねなかなか聞かないしですね、あんまり馴染みじゃないっていうかね、うん、そうですよね。私もそのお声掛けいただくまであんまり分かってなかったので、はい、まあ、今回ねこう皆さんに聞く機会になってもらえたら嬉しいですね、はい。山本さん少しあの音があるんだったらちょっと BGM で少し流しながら聞きますか、うん、はい、ちなみに、はい、もう一回、はい、インドのバンスリーフルート、はい、演奏者の名前が、はい、シャイアン・キショールさんですと桜庭さんのコラボで、はいはい、ティンサクの花、はい、これですね。ありがとうございます。あ、これ三振は私です。オンラインで出会いたいです。あ、ちょっと森さん何を言ってるのこのタイミングで。で、はい、この小さくの花は少し長いんですよね。時間。そうですね。あの本当にしっとりというか、うん、こう落ち着いた感じの演奏をしたかったので、うん、ゆっくり弾いてるのもあって、うん、少し長いので、うん、あのほのぼのと聞いていただけたらと思います。あ、ちょっとびっくりしました今。この曲、あ、歌声は桜庭さん。あ、私です。うちなちみたいなね。ですね。ありがとうございます。聞きますか。ちなみに、あ、はい、歌の歌詞の意味は知ってるんですよ、はい、はい、もちろん学ばせていただいて、やっぱりあの、はい、あ、私があのフリーで活動してる時に、うん、まあ、野望でニヌファって付けさせていただいてるんですけれども、うん、それもこの曲の中にも出てくるようにこうニヌファ節からいただいていて、はい、まあ、こうやっぱり曲からいろいろ教えてもらうことっていうのが多いですね。これだ。そうです。あのですね、後半がですね私大好きなので後半の、じゃあ後半はトーク入れずに聞きます。はい。なんかネパールの山岳民族のなんか村にいるような気分に私はなるんですよね、まあ勝手な。いや、私もなってますよ。なりますか。今もう私のね目の前の、ね、山だよ。そうなんですよ、なんか棚田とかあるんじゃないかなみたいな。ヒマラヤ山脈あるよ。あ、すごい、音楽ってすごい。しかしこれがオンライン上で出来上がった、はい、曲っていうか歌っていうか、ね、はい、イメージを伝え合ってですね。ちなみにこれあの、はい、いつ出来上がったんですか。これは最近です。1月か2月にようやく配信、あのバンドキャンプっていうサイトに行って配信を始めて、うん、っていう形ですね。バンドキャンプ、バンドキャンプってあの、まあ、音楽を配信するサイトがあって、はい、そちらの方で聞けるんですね。はい、でよかったら、こちら買うこともできますので、はい、はい、買う、買えるんですよ、はい、この曲を、曲をいくらで、よろしければ2ドルで、あ、あのバンドキャンプのサイトが私面白いなと思ったのが、はい、2ドルなんだけど2ドルからっていう表現ができるのが、なんかこう自分のことだけじゃなくって、はいはいはい、こうやっぱアーティストさんが活動される上でいいなって思って、
あのバンドキャンプを選ばせていただきました。要するに2ドル限定せずに、はい、10でも100でも、あ、そうですね、こう最低のはあるけれども、例えば応援したいとか、はいはい、そういう時にもっと出せるというか、クラウドファンディングみたいなもんね、あ、そうですね、応援するために少し、ね、寄付する、すごいね、はい、だからあの私に限らずですけれども、うん、すごくいい、いいシステムというかいいなと思って、はい、こちらで配信しておりますので、よろしければお聞きください。少しそういう意味でね、はい、じっくり聞かせていただき、いただいて、はい、もしよければぜひ曲を買っていただきたいとそうですね、はい、応援していただけたら嬉しい限りです。はい、はい、じゃあ聞いてみましょう、はい、まさにこの三振まで勉強して、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。合ってましたね、
なんか新鮮ではありますよね。はい、まあ、桜庭さんが言ってるようになんかピレーネのね、ピレーネじゃないピレーネっていうのはフランスだ、今どこだろう、ネパールね、ネパールのなんか山岳地帯にいるような、はい、そんな雰囲気すらあるような、はい、金作の花ではございましたけども、はい、これが、はい、今月、今月じゃない1月に、1月か2月ちょっと私は曖昧で申し訳ないんですけれども、はい、いいんですよ、それ全然構わないですよ、はい、あの配信を始めました、はい、でちょうどあのシャイアンキショールさんのもう一つ新しいアルバムがあって、うん、ドリーミングっていうアルバムがですね、またバンドキャンプでこ最近って 今度配信されるのかな、はい、でそこに私も実はあの歌だけで参加させてもらってる部分があるので、歌っていうのは沖縄民謡ですか。はい、あ一応民謡沖縄の歌を歌わせていただいて、はい、まあ、シャイアンさんの世界観1時間くらいの世界の中でいろんな国の ホーミーでしたっけホーミーとかも入ってきたりとか、インドの歌が入ってきたりとか、なんかちょっとなんて言うんでしょうね、こう不思議な世界というか、なんか民族がつながるぞみたいな世界観かな、よくわかんないんですけど、いやすごくいいものなので、まあ、じゃあ沖縄代表して、はい、沖縄民謡っていう歌って、そうですね、あのできること、自分が教えていただいたことをできる限りやりました、はい、これはですオンライン上で音を取って、そうです、はあ、すごいですね。でこれがいつ配信、近日っていうことをやってました。あ、まあ、できましたね皆さんね、はい、まずは金作の花を、はい、ぜひよろしくお願いします。聞いてもらえ、はい、まあできたら買ってもらうと、そうですね、嬉しいですね、はい、でもう一回、はい、そのアプリっていうかどこで拾えるか、バンドキャンプの、はい、あのサイトですね、うん、でローマ字であゆみさくらばってやっていただくとおそらくすぐに出てくるかなと思います、はい、あれですね、インスタからももう直接飛べますので、 ありがとうございます、はい、インスタをまずは探していただければ、はいはい、何を探すの、さくらばさんの、あ、なるほど、はい、インスタ、あ、はい、はい、あのあゆみ歌三線でやってるので、よろしかったら、うん、あの、はい、ライブ情報とかも流すのでよろしくお願いします、うん、インスタで桜庭さんを、はい、検索すればいいんですよ、はい、すると大体今の話のところに行くと、はい、まあ私よくわかんないけどそうらしいです、はいね、ちょっとねなんかいろいろ難しいですけれども、はいはい、まあ、そんな感じの沖縄に来て 5,6 年ではございますけれども、はい、沖縄民謡に惚れて、はい、まあ、沖縄に住み着いて、はい、これからもこの活動としては、はい、三線を中心にやっていきたいと、もともとはなんかあの、はい、横浜では保育士、そうです、幼稚園教諭をしてました、へ、はい、それがいけない、はい、あ、でもですね、嬉しいことに、うん、あの昔見てた子ってもう 小学校高学年中学生とかになるんですけれども、はい、その子がインスタで探してくれて、あ、あゆみ先生歌ってるみたいなコラボので親御さんに広まったみたいなことを聞いて、なんかやっぱりやってる姿っていうのはどこか見てくれてたりとか、それが励みになることってあるんだなと思って嬉しいですね。すごいね、世の中今 ね、 そうですね、すごいですよね、まさか教え子が横浜で見てくれてるとは応援してくれてるんですね、はい、嬉しいですね、はい、まあ、コメントもいっぱい来てます。カブワさん、さっきの八重山の大工さんは全国に5000人くらいお弟子さんがいるらしいです、はい、ということですね、はい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 、大工さんって、うんうん、仕事の大工さんではないね、大工哲弘さんかな、はい、はい、わかりました、そして森さん、はい、僕もオンラインで出会いたいです、そして癒されますねと来てますね、はい、ありがとうございます。で桜庭さんのこのバンドキャンプの、はい、これ URL も送ってありがとうございます。森さん何でもできるね、何でもできますね、すごい素早いですね、はい、いろいろね調べて、ね、でぜひオンライン上であの出会ってくださいね、森さん、はい、よろしくお願いします時間に時間に時間にも会えますので、はい、いやまずとりあえずで、ね、オンラインで、はい、オンラインで時間、はい、もう時間に会うとちょっと危険冗談ですよ、嘘です、はい、はい、うちのスタッフ田辺ゆきちゃんから、はい、桜子さんって来てますけど、はい、桜子さん元気ですか、はい、ラジオ頑張ってね、ニックネームになってるけどありがとうございます、はい、ゆきさんありがとうで、長谷淳さん、長谷川さん、はい、ホーミーはモンゴルだったかな、はい、あ、そうだと思います、あの、なんか楽器ですか、真似できない、口でか、う、なんで真似できないですね、ういういういってなかなかできないな、楽器なんですね、これは、あ、口です、歌い方、歌なんだけど歌っていう認識を超えてるものですね、あ、そう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 です、へえ、あ、それモンゴルなんですか、モンゴルですね、私も確かモンゴルだったと思います、
まあ、そういうものも組み込まれた、先ほどの、はい、イギリス人の名前なんでしたっけ、はい、シャイアン・キショールさんの作品には、はい、そういった方とか、まあ、本当アフリカとか、はい、本当にこういろんな民族をで、はい、さすがだ。まあそんな感じで今活動されていますけども、はい、まあ今は、はい、インドのバースリーフルートを演奏されているイギリスの人、はい、今ねインドとイギリスが出てまいりましたけども、はいはいはい、で最近はまたね別の方とコラボする機会があって、そうですね、その方はどこの人ですか、はい、とフランス出身のですね方なんですけれども、沖縄に在住の方でよく衣装にこう、はい、演奏させていただいていて、はい、なんで私沖縄に来てなんか周り多いですね、なんかね外国の方嬉しいことですけど、はい、このフランス人は沖縄に住んでるということですけども、はい、まあ、前回ね本当はねお二人で出る、そうなんですよね、交渉というかお話してたんですけども、はいはいはい、まあ、私の日程が合わずにですね、うん、今日の日になったんで、はい、フランス人のフローレンスさん、フロリアン、フロリアンさんは、今日は来ておりませんけど、はい、またこの次機会があったら、はい、ぜひねまたこうお二人で生演奏をしながらですね、はい、少しばかりのフランス語講座をやりたいなと、私も勉強しなきゃ、はい、そんなような話もしながら、なんでそういうふうにフランス人、今度はフランスに出会ったんですか。那覇の三線屋さんでですね、はい、こう会った時に、あ、そうだ、会ってなんかこう演奏を遊んでて気が合うなっていう中で、遊んでたのは桜庭さんが遊んでた、なんか三線でこう何でしょう、弾いていて、で一緒に合わせてみたらとてもなんでしょうね、やりやすかったので、その方もそこにいたんですね、そうちょうど行って、で店員さんではなくて、店員さんじゃないですね、多分、ああ多分じゃない、はいはい、元店員さん昔ちょっとお手伝いしてたみたいで、偶然そこにいらっしゃった、いらっしゃってで会って演奏するようになって、で名護の二見城和大会っていうのがあるんですけど、はいはい、その会ってすぐ1ヶ月後ぐらいにその大会に出ることになって、誰がですか、私とそのフローリアンさんが、おや、まあ、これはまたね、で急展開、そうなんですよ、で、はい、優勝させていただいたっていうのもあって、なんかその何でしょう、なんかこう流れ的にそれがあったから多分一緒に演奏が今も続いてるというか、さあ流れ的にあんまりよく分かんなかったんですけどはい、そこで三線を弾いて、その弾いて、まあ、陳代名をしてくれたのが、はい、その一緒に弾いてたのがフランス人で、人の方で、1ヶ月後にそういえばこういう大会があるよっていうのを教えていただいて、提案されたのはフランス人の方は、お店の人が教えてくれて、はい、やってみるって言って、まあ、初めやってみて、じゃあ挑戦してみようかっていう流れになって、で、はい、で彼も一応はその三振をやってる、もう私よりも、あ、上手、先輩ですね、もう、はい、フランス人が、はい、ギターではなくて三振、三振ですね、目を閉じれば沖縄のおじいかみたいな声はね、あ、失礼かな、もうそんなおじいじゃないですけどで1ヶ月後にあった大会で優勝したんですか、はい、そうなんですよね、やっぱりお二人で優勝した、はい、とてもありがたいというか励みになるというかね、二見といえばあそこですよ、はい、ヤンバルですけど、そうです、向こうで大会があったんです、はい、沖縄で、あ、那覇で、二見であったんです、名護であって、名護で、それも三線屋さんが連れてってくださって、うん、応援してくれて、頑張れ頑張れしてくれて、おかげさまでっていう、そういう大会って初めてですか、出たの、私はそうですね、初めてでしたね、初出場、初優勝ね、なんか何が何だか分かってない状態 で歌は、はい、桜庭さん歌ったんですか、掛け合いのコンピューターになるので、まあ、交互で歌いながら、まあね、まあ、なんかありがたいことに賞をいただいて、まあ、励みになって今も続けているのでありがとうございます、賞をいただいた方ともちなみにこの大会はいつの話ですか、は私が住んですぐですね、住む前かな、むしろ6年か5年か、へえ、じゃあそれ以来の、はい、まあなんていうんですか、出会いということも含めて、ね、ずっと一緒に、まあ一緒で活動はやるようになってます、そうですね、まあ頻度はね、うん、それぞれなんですけれども、うん、でもやっぱそういう機会があって、まあなんでしょう、一緒にやる機会が増えてったっていうのはありますよね、はい、会話はあれですか、まあオンラインではなくて多分ね日常的に沖縄に住んでますから、うん、合ってると思うんですけど、はい、会話は英語で、日本語です、よかったね、フランス人日本語喋れる、はい、ペラペラです、ペラペラ、私がたまに漢字を間違えたりすると指摘されるので、うん、と思ってすごいな、あーって思いますね、
変なフランス人です そうですねそんなこと言っちゃまずいんですけど、そうですね、でも何でしょうね、言語能力高い方だなっていうふうに。彼も沖縄に住んで長いんですか？私より長くって、まあ、住む前から行ったり来たりしながら、でパリの方で三線教室もやってらっしゃった方なので、ちょっと知りたいね、なんでこの沖縄民謡とか三線との出会いっていうか、うん、でその魅力も含めてね、はい、まあ、日本人的であれば多少なりともね、沖縄の民謡とか三線との出会いっていうかね、はいはい、このあれはあると思うんですけど、パリですよ。ですよね、すごいな、はあ、不思議ですね、まあ、それだけでも本当に引きつけるものがなんかあるんだと思います。はあ、この地域を超えて、地域の音楽だけれども、うん、地域を超えて響くものがあるんじゃないかなと思ってます。で パリに住んでるところ、はい、まあ、パリを離れて沖縄に住んでうん、なんとうちの口も話す、うちの口、わかんない、あ、でもちょっとなんかイントネーションがちょっと、うん、なんて言うんでしょうね、沖縄の人って感じですね、はい、大阪でも横浜でもなく沖縄の人って感じ、まあ、そういう風にね、自然になんか覚えるときに、ね、はいはいはい、うちの口がベースになって覚えるはずですけど、ね、面白いですね、面白いですね、ぜひ機会があったらこの、ね、FM 宜野湾にも来ていただきたい、そうですね、またぜひ、はい、そういう感じで活動をですね、沖縄に来て、はい、イギリス人やフランス人や、まあ、当然沖縄の人も知り合います、いらっしゃいます、はい、お住まいはどちらでした？あ、那覇ですね。どうですか沖縄の人は？優しいですよ、優しいなんか沖縄の人から、うん、結構沖縄民謡のことを大事にしてくれてありがとうって言って、いろんなことを教えてもらったりとか応援してもらうことが多くて、あったかいなと思いますね。で嬉しいね、そう言っていただける、嬉しいです。で先日その京都にも行ったんですけれども、うん、その時も沖縄出身の方がやっぱりなんか手伝うよって言ってくれて、ライブ会場を見つけてくださったりとか、京都に住んでるうちなんて、はい、がまたそれもオンラインでですよ、オンラインでやり取りしてて、なんかこう頑張ってるんだったら何かあったら力になるよって言ってくださって、うん、本当にライブ会場まで直接行ってくれて、交渉してくれて、ライブさせていただいたっていう機会があります。ただうちなんちゅ出身っていうことでっていうだけですっていうだけです一度もお会いをしてないし、はい、してないですけども、うん、わざわざ、はい、ライブハウスに行って交渉して、はい、こう音楽っていうか動画を短いものでも配信していてよかったな、うん、ちゃんと伝えるっていうことをしてたから受け取ってもらって、そうつながって本当に感謝だなと思ってます、うん、素晴らしいですね、え、うん、ありがたいですよカブーさんが三振の日の時に結構世界中三振のサークルで、うん、なんかやるみたいなことがあるらしいですね。来てます、はい、だからやっぱり三振も世界、はい、レベル、レベル、そう思います、はい、イギリスにもね、ロンドンにもあったりとかね、やっぱりそのロンドンの方とも知り合う機会があったりとかするので、本当にこうちゃんと大事にしてやってる方っていうのが世界各国にいらっしゃるんだなと思います。でもクークシーだからね、あれ読めるっていうのがすごいよね読めませんもんね、まあ、読めますか？いや読めるというか多分位置さえね、まあ、弾き方、押さえ方だと思うんですけど、はい、だって日本人でも空空詩っていうのは、まあ、漢字ではあるんですけども、うん、馴染みがないじゃない、このないですよね、まあ、あれなんていうの、音符、うん、西洋風に言えばね、はいはい、楽譜の中の音符が出て、そういうのはなんかね、お笑いでも見たことあるんですか、ドレミシ、はい、ファーソーラシドぐらいわかるんですけど、うん、三振って違うじゃないですか。はい、で元々はきっと耳で聞いて覚えるものだったからだと思うんですけど、ちょっと、うん、ね、一見すると分かりづらいかもしれないですね、うん、でもね、やっぱり、ね、センスがあるっていうかね、うん、能力のある人は聞いただけでもう弾くもんね。そうですね、もう絶対僕無理ね能力は、音楽はダメね。長谷川さんも五線譜に直してほしいって言ってますね、はい、まあそんな感じで沖縄に来て、はい、まあ三線民謡を、はい、ベースに頑張っておられる、はい、桜庭さん、今日は三線もね、はい、これご自身の、あ、そうですね、これはこれ沖縄で買ったんですか？沖縄で買いました。今はもうなくなってしまったの三線職人の方なんですけど、うん、はい、が作ったものを大事に使わせていただいてます。これじゃあ桜庭さん用に作ってもらったんですか？あ、ではないんですけど、お店に行っても何時間もこうどれがいいかなってこう、へ、これ何年前の話ですか？これは
7、8年前ぐらいですかね、なんか自分にがいいなと思う三線を購入しようって決めて沖縄に来て買ったものですね。これが最初で買った三線。あ、2丁目です。これ2丁目分かってる。じゃあ山内さん歌いきますか。せっかくね、はい、三線ね持ってきていただきましたんで、はい、先ほどのね歌声もなんかね良かったし、生で聞いてみたいと思いますけども、はい、はい、これから先は桜庭さんに歌のご紹介をお願いをさせてもらいたいと思いますけども、はいはい、私がですね子ども関係の仕事をしてるっていうこともありまして、はい、わらび歌とか子守歌もとても好きなんですね、うん、で子守歌の一つで月の会社ってやや山の音楽ですけれども、はい、お少しお届けしたいと思います。そうですね、八重山とか行くとやっぱり月とかは何でしょうね、まあ、ライトが街灯がないからかな、月明かりとかがすごく明確に分かるんですよね。で友達とかも満月の日になると縁側で過ごしたいんだとか、もう暮らしの中に月とかが密接に関わってくる場所だからこそ生まれた曲なのかなと思って大事に歌っていきたいと思っております。お聴きください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。素晴らしい、はあ、ちょっとしっとりとね昼間から眠くなっちゃうような、いや、いいですよ、歌なんですけれども、いいと思いますけども、はい、これ八重山でしょ。あ、はい、八重山の曲ですね。いい歌ですよ ね、とってもね、優しい気持ちになるっていうか、ただこれ歌ってる、はい、まあ日本語ではないじゃないですか。ね、はい、わかる、まあ、うん、初めはやっぱり分からなかったんですけど、うん、まあ、歌っていく中で、まあ、意味調べたりとか、はい、あとやっぱ歌っていく中で徐々にこう徐々に理解していくような、もっともいっぱいいっぱい歌ったらもっともっと理解するのかなと思うんですけれども、うん、まあね、最初歌う前にね、石垣の情景っていうか、はいはい、歌う前でこうだろうとかね、はい、まあ多分夜なんでしょうね。そうですね、夜こう月が出てて、はい、多分ちょっと満月のちょっと手前というかね、うん、綺麗だなとか、うん、綺麗な月だからもう外に出て遊ぼうよとか、うん、あと沖縄も八重山も照らしてくださいとか、うん、なんかすごく優しい曲だなと思いますね。そういうのをイメージしながら歌ってる。
そうですね、なるべくイメージをお伝えできるようにと思ってる。石垣も行かれたんですか？石垣もそうですね、ご縁があって、はい、知り合いが住んでたりとか、はい、よく行かせていただいていて、そうですね、石垣の方にもお世話になってます、はい、僕先週行ってきたんだよね、はい、あ、はいはいはい、先週とか ね、3週連続で行ってきました、まあ選挙に関係したんです、はいはい、で宮城真央さんのところも、ああ行ったんですか、うん、あ、はいはいはい、まあいろいろとですねお話もしながら、はい、まあ、石垣もいいですよね、なんか、はい、人の情っていうかあったかかったし、そうですね、はい、まあ、そんな感じです、はい、カップウェイさん来てます、はい、八重山の歌いいなと来てますね、はい、そして小杖姉さん、もっと聞きたかったなと来ております、ありがとうございます、まあもしできたらねエンディングぐらい少しでまたそうですね弾いていただけるんであれば、ね、はいはいはい、あとまあ残り時間10分を切りましたけども、はい、少しトークを交えながら、はい、まあせっかくの機会ですからね、はい、これから桜庭さんが、はい、さらにうちのね、はい、民謡をね世界に広げていただけるようなね、そういう意味で、じゃんじゃん、はい、弾いてもらいたいと思いますけど、はい、まあ、沖縄に来て5、6年を経ちますけども、はい、これから先また沖縄に住んで、はいはい、民謡を通して活動していきたいと、はい、そうですね、教えてもらったことを自分でとどめないで、うん、ちゃんとお伝えしていけるようにしていきたいですね、はい、これからのなんか予定っていうか目標っていうのはあるんですか？目標、でもやっぱりさらに理解しながらやっぱりいいものをなるべくお届けできるようにするのと、やっぱり子どもっていうのも私の中でテーマの一つなので、やっぱり子どもたちに向けたワークショップを時々させていただくんですけど、子どもたちにとって歌がより身近であるようにとか、まあ私ができる範囲のことで、まあいろんな人に教えてもらえばいいんだけど、その一人として入れたらいいかなと思ってます。いいと思いまーす。ありがとうございます。いや、投げやれじゃないよ、そう思ってるんですよ。あ、そうですか。心の底からそう思ってる、はいはい、まあ、できたらね、やっぱりね、まあ、これぐらい素晴らしいね、はい、歌を披露できる桜庭さんですから、直にね、ですね、またね、まあ、例えばライブとか、はい、そういうコンサートとかであったらいいなと。今はライブはないんですか？うん、今はですね、今ちょうど調整中、企画中なので、はい、それこそインスタグラムとかフォローしていただけると、はいはいはい、嬉しいなと思います。まあ、インスタでね、はい、多分どこどこでライブやるとか、はいはいはい、そういう多分なんていうのかな、 PR っていうか、はい、アナウンスもあると思いますので、ね、はい、ぜひインスタで、インスタの場合は桜庭あゆみ、あゆみ歌三線っていう風に、はい、やらせていただいてます。はい、はい、まゆりさん来てます。こんにちは、うん、シニアドリームライフにも出演されていた桜庭さんですかね。嬉しい、覚えていただいてありがとうございます。新井さんの、新井さんね、はい、はい、そうです、新井さんのご紹介で本日来ていただきました、ね、はい、はい、新井さんは今日は来れなかったんですけどね、うん、そうですね、はい、はい、そんな感じで子どものワークショップとか子どもの、はい、なんかそういう活動もされてるんですか？あ、そうなんです、イベント、何かイベントの時に子どもも、はいはい、まあ、大人もなんですけど、うん、ワークショップさせていただいて、三振の三振、まあ、三振ありきだったり、わらべ歌を声だけで一緒に歌ったりとか、 あと歌詞をもう歌遊び、遊びですよね、歌遊びしながら、まあ、別に内な口じゃなくてもいいから、うん、まず歌を表現することを楽しんでみたりとか、うんうんうん、あとちょっと小学校の方で、まあ、少し話はいただいていて、うん、まあ、それが、まあ、ちょっとまだね確定ではないんですけれども、から、まあ、できることを一つずつやっていきたいなというふうに思ってますけれど、いやいや、これからの活躍をね、そうですね、期待したいし、またサポートしていきたいと思います。ありがとうございます。まあ、またねこのラジオを通して、はい、まあまあ、リスナーもそうですけども、はい、パーソナリティの方々が、はい、ぜひ私の番組を出てほしいとそしたら出てくれます？喜んで、ありがとうございます、はい、か声がいいので、うん、番組をねやってもらえればいいんですけど、ありがたいです、ね、喋れるから三振片手にね、なんか、はいはいはい、歌って踊れて話ができる踊りますか、カチャシなんかできます？カチャシそんな上等じゃないと思うんですけど、うん、あ、一応ある程度そうですね、一応やりますけれども、はい、沖縄の結婚式行ったことあります？はい、はいはいはい、面白いでしょ？はい、最高ですじゃあ最後は舞台に上がるんですか？カチャシシにまだそこまであんまり人前に出ることが、カチャシ三振だったらいいけど、カチャシシにはちょっと行きづらい。そうですね、そんなに多分なんか前にグイグイ行くタイプではないのかな、行った方がいいんだろうけどちょっとこの身構えて、どうしようかな、行こうかな、楽しくなったら行こうかなみたいな
ワンテンポ、あるいはね、はい、一本も二本も遅れていくんです。あ、そうです、そうです。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。はい、歩みなもので名前がね、はい、ゆっくりゆっくりでいく、まあ、もっと馴染めばね、率先していくだろうし。はい、はい、そうですね。ぜひぜひ沖縄に馴染んでもらってですね、はい、沖縄で一番好きな食べ物とか場所とかそういうのあります？好きな食べ物、もう何でも好きですけどね、うん、あ、ナーベラーの味噌、珍しいね。ナーベラーが好きですね。ムシか、に味噌煮が好きですね。ナーベラーなんて一番なんか日本っていうか本土で食べないじゃないですか。あ、あんまり、そうですね、こっち来て食べて、ね、美味しいので自分でも作ったりとか。ナーベラ好き、なんでしょう、なんか好きですね、あとクーブイリチとか。あ、クーブイリチ美味しいですよね、美味しいですよね。中身汁なんかも好き。あ、大好きですよ。はあ、はい、豚足も、豚足も好き、何でもヒージャーも食べますよ。刺身でも、刺身の方が好きですとか言っちゃうから。珍しい方ですね。美味しいですよ、食べ物。ヒージャーはあんまりね、好きいう方はいらっしゃらないという、まあ、いらっしゃることはいらっしゃらない。僕も食べれないですからね。でもなんかこう、はい、そんなね、めったに食べるもんじゃないけど、食べるとなんかこう元気をいただいて、ありがとうって思いながら。ヒージャー汁も。はい、美味しいと思います。よもぎいっぱい入れて、フーチバいっぱい入れて、はい、あ、ヒージャー食べたいって。森さんが佐久間さんに渾身のコメントが、はい、ヒージャー食べたいということで。はい、多分ね、オンラインで食べたらいいんじゃないですか。オンラインでそれぞれ買って。森さん、多分ね、桜庭さんと一緒にヒージャー食べに決めるんじゃないですか。ああ、はい、いいですね。はい、森さんは、はい、ヒージャーの美味しいところ知ってると思いますから。あ、確かに私が知らないところもね、もしかしたらね、はい、まあそんな感じで1時間近く、はい、どうしますか、はい、歌やります、準備できますか、最後に。まあ演奏だけでもいいですし、また何かね、歌でも歌ってもらって、はい、せっかくね、桜庭さんの素晴らしいね、はい、声、ありがとうございます。でちょっとね、しっとりした曲が多かったので、うん、少しアップテンポにの曲にしようかなと思うんですけれども、アップテンポ中テンポかな。はい、宮古島の歌なんですけれども、うん、まあ、何気ない一日のことは歌ってるんですけど、はい、朝起きて顔洗って漁に出かけて魚取れなかった、はぁみたいな。そう。でも、まあ、いろんな一日があって、うん、なんかいろんな一日があることがいいなと思って、この歌をじゃあお届けしようかなと思います。これは何、民謡であるんですか。はい、民謡で、一応クイチャーの一種かなと思うんですけれども、そうですね。でちょっと賑やかなので、聞きながら手拍子していただいたりとかいただけたら嬉しいです。まあ、あと3分を切れましたので、この曲を聞きながら、もしかしたらエンディングになるかもしれませんけども、はい、では桜庭さん、はい、曲紹介含めて演奏お願いいたします。はい、宮古の夜波の兄釜という曲をお届けしたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。手拍子などよろしければお願いします。はいよー。夜波の兄釜が暗やりばうやけやったらちょっとあれですけれども、いやいやいやね、はい、小杉さんからも話し声とはまた違ってパンチがありますね。本当ですね、うん、歌声は迫力があるよね。迫力ありますね、うん、ありがとうございます。曲によってね、表現変えられたら嬉しいなとは思ってるので、うん、これはね、ちょっとこう、これが、ね、気合い入れたら、民謡を出会うまでは、うん、はい、
音楽をやってなかったってミュージックやってなかったと思えないぐらい、うん、ですね、はい、ありがとうございます。いろんなコメント森さんが曲を3ドルで購入しました、ありがとうございます。じゃあマジのオンラインで出会ってください。はい、はい、ね、なんか、はい、ありがとうございます。はい、まあ、お時間も少なくなってまいりましたけども、はい、最後にリスナーの方々に、はい、桜庭さん一言ご挨拶お願いできますか。はい、皆さん今日はありがとうございました。これからもなんか、まあ、皆さんの日常の中に沖縄の歌をお届けできるように頑張りたいと思うので、応援していただけたら嬉しいです。あといろんなことね、沖縄のことを教えていただけたらまた励みにもなるので、はい、いっぱい教えてください。よろしくお願いします。はい、これにて先松市ハッピートーク終了でございます、はい、桜庭さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、また来週。嬉しいですね。すお気持ちがすごく嬉しい。リュードル・ジョーズってくらい、いいですね。あ、いや、います、はい。ありがとうございました。アリサさんは？あ、いますよ。今からです。あ、来てる。はい。